どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガーズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ、3月ですよね。皆さん、3月といえば別れの季節、別れがやっぱり年度が変わるってことであります。まあその先に出会いもあるんですけど、別れがあるからまた出会いがあるみたいなところありますから、はい、そんな時にふさわしい曲、蛍の光、やってみようと思います。これはやっぱ日本人であれば、やっぱもうこれはもう歌える曲ということで、まあこういうのをしっかりこう基本に押さえておきましょうということで、でいつものようにガズレレ簡単バージョンと言いたいところなんですけど、こういう曲っていうのはまあそもそも難しい曲ではないんでね、もうどれだけこう魂とか気持ちを込めれるかっていうところでやってみようと思うんですけど、それでも2バージョンやります。最初はゆったり四つ弾きでやった初心者さんでも簡単な、初心者さんバージョンやって、後半はちょっと弾き方、いろいろ感じが出るように、感情がこもるように、アルペジオとかエイトビートとかミックスしたバージョン、かっこいいバージョンもやってみようと思います。コードは簡単です。入門コード3つ、 C と F と G7 というコードだけでできるんで、この曲でウクレレでデビューをすることもおすすめいたします。この曲はまあ大先輩も知ってるし、まあ日本人であればほとんど聞いたことがあるので、誰かにやってみるっていう時に、あのほらここでね3つ覚えればできるよっていう曲にぜひご活用くださいと。はい、でですね、ウクレレでまあ演奏して歌うっていうのはすごく楽しいんで、皆さんに本当に味わってもらって、楽器を弾きながら演奏する弾き語りっていうのはすごくね楽しいんですよ。で今からやっぱりギターとかピアノってやるとちょっとなと思うけれども、ウクレレだったらもう簡単なんで、気軽におすすめして、皆さん弾ける方は教えてあげてください。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルを見るだけで、どんどん音楽が楽しくできるようになります。もうちょっとしたらここにリンクがあるんですけど、そのリンク先の初心者レッスンはここというところにジャンプしていただいて、数字の1から順番に動画を見てるだけで、あれも弾けちゃったってなりますからね。はい。ぜひぜひ行ってみてください。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。はい、いってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、ウクレレ簡単に弾けるウクレレレッスン動画としてアップロードされております。最新 J-POP から夏メロから、昭和歌謡曲から演歌から洋楽、最新洋楽もあるし、懐かしい洋楽もハワイアンももちろんあります。いろんな曲をとにかく簡単にどんどん歌おうっていうのがテーマですから、皆さんもぜひ始めてください。さっきのリンク先の下の方にリストになっております。じゃあそれでは早速やってみましょう。蛍の光。シンプル簡単バージョンやってみます。ワン、ツー、スリー、テンテン、シンプル4つ弾き簡単バージョンやってみました。今のは1番2番だけやったガズレレバージョンでございます。どうですか？シンプルですよね。やっぱり、ストレートにシンプルに伝
敵でございます。で、動画欄のテロップと一緒にゆっくり弾いてもらうのもいいんですけど、ちょっと弾けるようになったら、自分で書き出して、それを見ながら自分だけでやってみるのをおすすめします。その時の参考になるように私のノートも一応見てもらおうと思うんですけど、まあもう、超シンプルですよ。イントロやって、もうこんな感じですね。もう、淡々と、こう、歌に気持ちを込めてす。ね、やっぱ、歌、音楽ってのは感情表現ですからね。はい、ここからここまで一番ですね。はい。もう、これは皆さん耳覚えがいいというか、もう覚えてらっしゃるでしょうから、もう、ね、1番は結構いいんです。2番はね、やっぱちょっと2番まではなかなか覚えてはいないけれど、歌い回しは1番と同じですから、はい、いい感じでございます。シンプルです。はい。そういうわけで、はい。コードの C と F と G7。これはですね、もう超入門コードですけど、超入門コード。もうウクレレを習おうつって、もう最初に覚える3つのコード。できちゃいます。F と G、F と C と G7 ですね。で、まあこの位置はね、こことこことここなんです。この辺のコードは先ほどの初心者レッスンのここというリンクでもうほんと解説してますんで、まあ見ていただきたいんですけど、今日はその次のステップとして、このガズレレ必須コードというのを皆さんにシェアしたいと思います。ガズレレ必須コードというのは8個の簡単コードのグループなんですけど、コードって星の数ほどあるんですけど、今このガズレレ YouTube で音楽とウクレレに出会った皆さんは、この8個のコードをまず最初に覚えてください。そうしたら、もう宇宙が広がりますから。この8個覚えておいたら、ほんと大抵の曲は基本的には、ガズレレの YouTube の中では、キーが一緒なんでできるということになっています。ちょっとね、音楽のことわからないという方は、キーとかそのコードとかやるとわかんないかもしれないですけど、こんな感じです。8個のカードだけ最低限覚えておいたらいろんなことできますという。以前その8個のコードを解説している動画。めちゃくちゃわかりやすくて面白いんでぜひ見てください。ここでこの8個のコードを覚えてください。この3つのコードもその中に入ってるんでね。ご安心ください。まあ、とにかくこれ簡単コードです。よろしくお願いします。じゃあ、ここからかっこいいバージョン。かっこいいバージョンはコード進行などは全く変わらずで、弾き方をちょっと変えようと思います。1番はアルペジオ。2番は8ビートという弾き方でやってみようと思いますが、まぁ、あ、ちょっと、こんな感じです。アルペジオっていうのはこうです。おたるのひか、こんな感じ。これ分散和音という、ね、しっとりした感じする。優しい、ソフトな感じ。で、2番はですね、8ビート。じゃんじゃんじゃん。ちょっとこう、なんていうのかな。グルーブが入る。グルーブっていうか、なんていうか、ノリがね、出る、感じのリズムだと思うんですけど、これを合わせて、1番、2番って、ちょっとかっこいいリズムを織り混ぜながらやってみようと思います。はい。あとはやっぱり、なんていうんでしょう、別れのこの気持ちを歌に込めまして、やってみようと思います。はい。それでは、行きましょう。ホタルの光、かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ツー、スリー、テン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 、感情を込めたアルペジオと8ビートのパターンやってみました。
やっぱりちょっとリズムが変わるだけでだいぶ表情豊かになるんですけど、まあもちろんこの曲は4つ弾きでももう十分すぎるぐらいにこう伝える力を持っている曲だと思いますね。はい、とにかく感情を込めるっていうことをまず中心に置いて、あんまりこっちにこだわらないで、これはね、そこです。やっぱり音楽はそこが大事です。はい、ありがとうございます。蛍の光、日本人歌いたい曲です。はい、ありがとうございます。さあ、ガズレレではいろんなイベント情報盛りだくさん、あとは本をいろいろ出してます。めちゃくちゃいい本ばっかりですよ。あとはこうグッズですね、 T シャツとかこのウクレレだとか、はい、ご案内ちょっとさせていただこうと思うんで、お時間ある方この後ご覧になってください。ありがとうございました。ウクレレ楽しんでる方、どんどんこれからまたウクレレ知らない方教えてあげてくださいね。はい、ありがとうございます。じゃあご案内です。どうぞ。ガズレレホームページご覧になってください。どうぞ、こちらにリンク貼っておきます。ホームページを見ていただくとも大体のこと書いてありますんで、チェックよろしくお願いしますね。はい、でイベント情報なんですけど、3月イベント行きます。3月30日四日市、3月31日は浜松行きます。はい、その後の予定もバーッと書いてありますんで、チェックしておいてください。詳細はホームページに書いてあるんでよろしくお願いします。そのイベントが続くと何に向かっていくか、はい、こちらです。2019年9月1日日比谷のヤオンデガズレレ、こちらですね。もう始動し始めてます。今もうちょっとするともう本当に詳細公開されるんですけど、今しばらく待ってくださいね。でホームページに行くともうその特設ページは一応できてるんで、ちょっと一回覗いてください。随時更新してます。今はまだあんまり情報ないですけど、 LINE アットなんかはホームページのトップページに出てますんで、 LINE アットで、最新情報ゲットしてこれもお願いいたします。でですね、ガズさんいろんな、イベントもちろんやってるんですけど、本も出してますよ。はい、こっちの方は主婦の友社から発売されてる私の人生って僕がね、白血病で骨髄移植させていただいてるんでね、もういろいろ考えることがある、そういうことをうまいこと伝えてくれた本なんで、これぜひ読み物です。こちらぜひ、主婦の友社、から出てますんで、全国の本屋さんで注文など書店にもあると思います。よろしくお願いします。はい、こっちリッドミュージックから出てるウクレレ教則本、超初心者向け、これはものすごい大ヒット中です。もう4スリぐらいの重版になってますから、よろしくお願いします。はい、こっちは毎度おなじみガズレレ歌本シリーズで、今もボリューム5まで出てます。累計3万部もう全部手書きです。このさっき見せたこういうのが全部スキャンされて、ちっちゃいこれね、これです、これです。はい、ガズレレ歌こんな感じで出てます。一冊につき50曲入っててボリューム5になるんで、僕250曲ぐらいの歌本になる。ガズさん CD も出してるんでね、レッツゴー最高、これ CD なんですよ。はい、こっちかっこいい版と、練習版の CD、これがね、私のガズレレ仲間の人はこれ弾けるようになっておいてください、お願いします。これも、ホームページに書いてあるんで CD お願いです。あー、もう盛りだくさんですよ。もうガズレレでもうね、伝えたいことがいっぱいですよ、ね、大変です。フォローしておいてください。ホームページ見てください。それではまた音楽で楽しい時間をいっぱい過ごしましょう。皆さん、楽しい人はどんどん教えてあげて、豊かな人を増やし、自分も豊かな、最高ですね。ありがとうございます。またよろしくお願いします。さよなら、バイバイ。